最近睡眠時間は減ってるんですけど、睡眠の質は上がってる気がする、大輔です。多分、疲れてぐっすり寝れてるんでしょうね。今日はですね、タイトルにあります通り、東方中学時代の器械体操部の秘蔵映像をお見せしたいと思います。いやー、これはね、面白いですよ。ぜひですね、概要欄にですね、オリンピック選手の華麗なる演技を見ていただいてから、それでから見ていただけると私の動画をより楽しめると思いますね。オリンピック選手と技を比べてください。もう全然違いますから。まあ、でも温かい目で見てくださいね。中学生ですから。部活ですから。全国大会とか全くいけないレベルの。はい。ということでハードルを下げたところで、一緒に見ていきましょう。まずは跳馬からですね。では見ていきたいと思います。おー、いいですね。ポンポン、おい。あ、これ見てください。着地の時の綺麗な Y 字。これだけは私は褒められてましたよ。素晴らしい形ですね。これだけはいいですね。はい、点数跳馬6.5。6.5点ということでね。10点満点ですね。割といいんじゃないでしょうか。大した飛び方しなかったですけどね。もう一回見たい人は巻き戻していただいて。はい、次は鉄棒ですね。はい。これをどうやってやるのか。おお、いいですね。これなかなかできないんですよ。練習しないと。はい、大車輪行くか。大車輪できなかったんですよ。大車輪というのは、こっからボンってならずにぐるぐる回るやつですね。オリンピック選手は楽勝でやっちゃうやつ。ボン、はい。できないまま3回やって、ああ、これもなんか中途半端な技ですね。あ、この上がるのはちょっと得意でした。上がるのなかなかできないんですよ。終わりかい。終わりですね、もう。あれ、なんか笑ってません？ちょっと、いい演技ができたんですかね。めっちゃしょぼいですけどね。はい、点数。あ、見えましたかね。はい。2.6点っていうね。すごくないですか？ 10 点満点で2.6点って。これ、それでも1年ぐらいやった時ですけどね、この大会は。1年も経ってないのかな、まだ。ちょっと定かじゃないんですけど、割と体操や、練習した結果がこれですからね、2.6点。しょぼいっすよね。いやー、オリンピック選手と比べてみてください、ぜひ。はい、次行きましょう。はい、床ですね、床。おお、まず倒立から、おお、ブリッジ。いいですね。ああ、膝ついた。膝ついちゃいましたね。下手くそです。はい、そして、ロンダートから、お、バク転。おお、こういうね、端っこの誰でもできるこういうポーズ、これは好きでしたね。はい。さあ、そして、展開。展開。あ、これ技名がわからん。はい。で、開脚して。硬いっすね。体操ですか、ほんとこれ。こう丸みを帯びてるじゃないですか。もっと、こうピシッと、お腹をね、床につけるぐらいじゃないとダメですね。いやー、ひどい演技ですね。はい、倒立して。短いな。もうちょっと倒立頑張りましょう。はい、Y 字バランス。カメラでちょっと綺麗か分からん。ドンドドドン。これちょっと巻き戻しますか。ちょ、今ひどいっすね。はい、ここです。ここからです。いきますよ。右足に注目してください。ドドドン。ドン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 って。何回もなんか地団駄踏んでるみたいになってますね。めっちゃ汚いっすね。で、後転倒立をして、ああ、綺麗ですね。後転倒立好きでしたね。はい、で、最後。
ロンダート、バク転、はい、もう一丁バク転、あー、本来ここはバク転した後バク宙なんですよ。手をつかずに後ろに回転というやつですね、うん、はい、床が終わりました。あー、これ見てください。次注目です、アンバ。これアンバ、アンバって言ってもこれ普通のこれ飛び箱ですけどね。これに向かってどういう技を見せるんでしょうか、大輔選手。お、1回転して終わりでした。これやばくないですか。1回、もう勢いで1回転してますね。腕の力を全く使ってないです。これ多分1週間ぐらいやれば誰でもできますね。普通に腕立て伏せできる人なら多分誰でもできます。ここでこの床にパッて着地せず、こっから腕の力でぐるぐる回すのがアンバの魅力なんですよ。でもそれができなかったんですね。はい、終わり。はい、1回でした、終わり。これだけです、この技。終わりです。あ、でもこのポーズは綺麗ですね、やっぱり。はい、礼をしまして、はい、ということで、どうですか、機械体操。中学生の時やってたんですよ。見てもらいましたけどね、まあ、バク転もね、最初は補助、この腰にですね、補助の人をつけてもらって、それでずっとやってたんですけど、もう自分でバク転できた時はすごい感動しましたね。バク転ってなんか見た目かっこいいじゃないですか。憧れる時期多分誰でもあると思うんですけど、それできたんですよ。バク宙はできなかったんですよね、最終的に。もう今もう絶対できないですけどね。今多分後転倒立がギリギリできるかどうかぐらいですね。いやー、何回見てもちょっと面白いんですよね、この映像。これ家族とか友達と一緒に見たことあるんですけど、もう爆笑ですよ。もうしょぼすぎて。でも冷静に考えると、あ、これ普通はできないよねっていうのもあるんで、まあそこら辺はね、面白いんですけどね。でもまあしょぼいですよね。で、この後もう一回オリンピック選手の見たりすると、すごいですよ、やっぱり差が歴然なんで。とか、オリンピック選手じゃなくてもいいですね。中学校、体操、全国大会とかでも、もう全然桁違いのレベル見れるんで。いや、ほんとひどかったっすね。楽しかったっすけどね。まあ、これ、今ちょっといちいち解説が入ったり、ストップかかってたりして、ゆっくり見たいという方のためにですね、エンディングの後に、無音で、止めずに、もう一回流しますんで、じっくり見てください。はい。今日はちょっと懐かしの動画を見ていただくだけの、あれになりましたけど、ありがとうございました。